西鉄300系電車は、かつて西日本鉄道が所有していた路面電車路線に在籍していた電車。旧型の木造車両の機器を一部流用する形で製造が行われた。300系という形式名を持つ福岡市内線の路面電車車両としては、1947年から1952年まで、 北九州線から転属した118型が一時的に300系と改版されていたため、この項目で開設する車両は2代目に当たる。1950年から1954年にかけて、福岡市内線開業時から使用されていたに、軸電車の置き換えと輸送力増強のため、同じく西鉄が所有していた路面電車路線である。 北九州線の木造ボギー車が転属した。だが、1910年代から1920年代初期に製造されたことによる車例に加え、全車とも木造車体であったことから1960年代には老朽化が進行していた。そのため、高性ボギー車や連接車の導入によって置き換えが進んだ一方、これらの車両の機器を流用することで安価なボギー車を、 製造する計画が立てられた。これに基づき、西鉄の子会社であった九州車両によって作られたのが300系である。車体は全長11メートル級で、前面は連接車に類似した、運転台前面の中央部に大窓が設置された変速3枚窓で、側面に7枚設置された2段窓は、上部が H ゴムで固定されたバス窓であった。2枚。 折り図式の乗降扉も含めて車体は全金属製だった。座席は全席ロングシートで、車内の壁面はライトグリーンで塗られたデコラ仕上げの軽金属板が貼られ、車内照明には蛍光灯が用いられた。台車は北方線の連接車である3 3 1系用の付随台車をもとに開発された日立製作所製のキロリットルマイナス11型が新造され、 軸箱支持装置には軸バネが用いられた。主電動機や抵抗器、補助電源装置、空気や縮機に関しても、流用先の機器の老朽化が予想以上に進行していたことで心臓品が使われた結果、100型から流用されたのは制御装置や制動装置など、ごくわずかな部品に過ぎなかった。1963年に2両。 翌1964年に3両が製造されたが、前述の通り100型から流用可能な機器が、想定よりも少なく生産コストが加算だ結果、合計5両で改造は打ち切られた。1968年から1970年には、福岡市内線のワンマン運転開始に伴う対応工事が実施され、向かって右側の上高扉付近の窓の上段を潰し、 方向膜やスピーカーが搭載される、先頭中央窓に、自動ワイパーや下部通風口が設置され、縦方向の長さが縮小する、東滝にわたる改造が行われた。利用客減少に伴い、福岡市内線の一部路線の廃止が1975年11月に、実施されたことを機に、300型は全車とも、北九州線へ転属した。転属にあたり、 廃車となった車両から流用された、主電動機を用い車両を出力が9 0ットに増強され歯車比も変わったほか、前面、右側窓にワイパーが増設されるなど外見にも若干の変化が生じた。そして1977年から北九州線での使用が始まった。以降は、他形式との共通運用に用いられ、塗装変更も実施されたが、 1985年10月20日の一部廃止と共に全車とも廃車された。車両の譲渡は行われなかったが、台車はすべて長崎電気軌道1300型に流用されており、2019年現在も使用されている。ありがとうございます。